尾道市ちの島フラワーセンターは、広島県尾道市ちの島に位置する植物園、いの島フラワーセンターとも呼ばれる。旧、いの島市は造船の町であったが、不況の煽りで新たな町づくりとして、水軍と花とフルーツの島を掲げた。その中で、広島県のいの島地域振興策の一環として1989年に、 開催された海と島の博覧会で会場として使われた後、翌年1990年に広島県立印の島フラワーセンターとして正式オープンした。その後、広島県は財政改革の下との島市への移管化、フラワーセンターの廃止を迫り、右与曲折を経て印の島市と合併した尾道市が引き継ぐこととなった。 入場門を入るとまず広大な上り坂の芝生と大花壇があり、一番奥に温室がある。大花壇では四季折々の花が植えられ、階段花壇にはおよそ3万本のマリーゴールドが植えられている。温室にはフラワートンネルと呼ばれる花の壁や亜熱帯性植物や食虫植物などが展示されている。花木は総計9万5千本植えられている。また予約すれば、 屋外バーベキューを楽しむこともできる。2012年4月1日より入園料が無料化され、売店が閉鎖されるなど、展示内容は今後変更される予定。三原港から乗船、茂に西港下船、徒歩 2km。ありがとうございます。